はい、はい、皆さんこんにちは、横田です。今回は、子育てをしながらツアー4勝目を先日挙げた若林舞子選手と、超人気 YouTuber の、並木ちゃんに来ていただきました。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、並木です。お願いします。よろしくお願いします。南秋田以来ですね。あ、そうですね。はい、そうですね。ご無沙汰してます。お久しぶりです。今回ですね、若林さんにちょっといろいろ出ていただいて、はい、いろんなお話聞かせていただいたんですけれども、はい、若林さんは、85ホール連続のぼぎ記録というのを持ってるんですよ。85ホール、はい、そんなことあることなんですか。なかなかないです。なかなかないです。僕男子ツアーの記録83ホール連続のぼぎ記録持ってるんですよ。すごい、だからジェラシーなんですよ。2ホール抜かれたんで悔しいですね。悔しいですよ、はい。でやっぱりそんな中ね、はい、やっぱりそういう予選通過を、ね、の連続のぼぎ記録を持ってたり、はい、そのね、ずっとコンスタントに、はい、ずっと稼いでる、はい、そして産後間もなくしてもう1年後に優勝ですか。優勝した。それがすごい気になります。その産後っていうことはブランクがあったわけじゃないですか、はい、なのにそのブランクを感じさせない、ね、ですよね。そうなんです。ほんでやっぱりその陰には、はい、やっぱりいろんな練習をしてきたっていうところがあると思って、中でもね、若林さんに話聞いたら、いつからゴルフ始めたの？そのすごい急激に伸びた時期があったじゃないですか。そうですね、11歳からゴルフを始めて、はい、12歳で初めて出た試合で94、ベストスコアで優勝。11歳から始めてたった1年間で94だったはい、94。いや、そっからなんですよ。まず、はい、そしてそこから中学校1年生のもう終わりぐらいにやった試合で71でベストスコアが出たんですよね。え、じゃあ2年で早くないですか。まあ、90までは確かにまあまあいるよな。並木ちゃんはどんくらいで90切ったの。あ、 100ですか。あ、100切ったのは私3年かかってます。あ、3年、まあ、そこをまあ1年、はい、まあ、そこはセンスとして、はい、だけどそこから1年で71だからもう今年もう出さないと。出さない、いやもう全然です。90も切れてないので全然ですけどでしょ。そうなんですね。すごかったです。だからしかも新潟生まれ、新潟育ち、はい、新潟なんですよ。そこ北国なんで寒い。冬の間ゴルフできないんですよ。雪でしょ冬。そうですね、ラウンドはもう雪でできないので、もう本当にひたすら打ちっぱなしで練習ですかね。はい、だから練習ができないなんて言い訳通用しないですよ。しないですね。本当に雪が降ってくからとか通用しない。そうですね、うん、雪降ってたって周りに行くわ。周りに行ってました。回ってる途中に雪降ってきてもなんかこう誰ジュニアの中でこう誰が辞めるっていうのだろう、誰が辞めるっていうみたいなザーザーザーってなるけど、うん、誰も辞めるって言わないからじゃあ行っちゃいくかみたいな根性大会みたいな。はい、やってました。すごいですね本当になかなか。そこでね、はい、やっぱりどういう練習をすればそんなに、うん、もうわずか2年間で71を出す。確かに聞きたい。これは聞きたいじゃないですか。何ですか、まず一言で。まずはやっぱり練習ですね。練習球数をやっぱ打つこと。量ですか。球数、はい、どんくらい。初めてやっぱりこう、はい、トップしたりダフったりって絶対あるじゃないですか。なんかそれをこう何球も何球も打ってて、もうちょっと上かもうちょっと下かとか、本当最初そんぐらいのレベルでの練習でした、ね、上か下か上か下か上か下か最初はそんな感じで、どうやったら芯に当たるかみたいな感じで考えて練習してましたね。1日ちなみに練習量どのくらいですか。まあ小学校終わってから夜10時までずっと打ってました。じゃあ5時、そうですね、5時ぐらいから。そうそうそう、食事は10時終わったら、うん、父と母が働きだったので、うん、仕事終わった後に迎えに来てもらって定食屋かなんかで食べて帰ってました。それまでずっと練習、はい、ひたすら練習してました、ね。じゃあちょっと小腹空いた分はおにぎりぐらいで。そうですね、はい、あでも練習場 の, オーナーさんがご飯作ってくれたりとかはありましたね。いろいろなんかあるけど食べるみたいな。ちなみにその球数が多いと私もよくあったんですけど、はい、ちょっとなんていうんですか、一気一気に対して打つことばっかりになっちゃって、うん、質が上がらないのかなってちょっと思っちゃったんですけど。そうですね、今思うとそうですね。だからじゃあ別に質より量で、質とか言ってんなってことです。そうそうそう、まずは質より、はい、まずはとりあえず打てよっていうことですよね。そういう感じです。はい、だからやっぱりそう、どんぐらい、5時間ぐらい、5時間ぐらいですね。そう飽きるじゃないですか。
飽きますよね。でもなんかこう、まあ、新潟なんで夜雪とか降ると、はい、大きいストーブ置いてあるんですけど、はい、練習場で、はい、なんかこうストーブに溜まってるのが、うん、もう負けみたいな、私はそういう感じで思ってました。なんかみんながこうストーブであ寒い寒い寒いって言ってる間も私は打つみたいな感じで、その芯の強さ、それぐらいこう根性でやってましたね。はい、僕もだからテニス部終わってから中学の時毎日5時6時ぐらいから夜10時までやってたのは一緒なんだけど、うん、でもね、だいたい今川焼きを練習場の中で やってたりとか、そういうものにつられてちょこちょこ休憩して、うん、いや休憩は半分休憩してもうずっと食べてんのその時から変わってない。そう、変わんない。キャベツの千切りにマヨネーズかけて食ったりとか。でもここまで続けるなんかモチベーションは、はい、なんかどこに、まあ、やっぱりそこはなんか雪国新潟っていうのが逆に良くて、なんかこう逆に、はい、あのハンデ、まあはい、なんていうんですかね、イメージでもっとやってる人はやってるとか、なんか私がやってる間にこの間にみんなやってるとラウンドしてると、で、はい、うん、全国、ね、大会出るとやっぱいろんな、うん、宮里愛さんとかすごい人、横峯さくらさんとかいっぱいいるんですけど、みんなはじゃあ南国でゴルフしてる間私はできないから、できないから1球でも多く練習場で打たれたみたいな、はい、そんな感じでやってます。練習場雪でクローズにならないんですか？なんなかったですね、はい、結構こう打ったらブサッて刺さる時もあったんですけど、それすごいよね、はい、それってだから5時間ひたすら打ち続けたら、まあそうだな、30分50発1時間100発だ、500発は、ね、500、600は打ってましたね。打ってますよね、はい、おアプローチを交えれば1000発近く打てますよね。そうですよね、1000発、アプローチ多めなら1000発打てるかもしれない。すごい練習量多い印象があります。フルショットばっかり、いや結構アプローチが多かったかもしれない、うん、30ヤードの看板当てたら次50ヤード、50ヤードの看板当てたら次70ヤード、クリア方式とか言ってますね。70当てたら90とか、うん、看板当てる感じでやったり、ゲーム感覚的な、はい、とかあのフロントにパターのマットが置いてあったんですよ、はい、30メートルぐらい、結構長めの30メートル3メートルか、あ、3メートル前回から結構桁を間違えますよ。ヘッドスピード10上がるって言ったけど1でしょって言ったら、3メートル、はい、3メートル、はい、結構長めのパッド、はい、パッティングの練習のマットがあって、はい、それを30球連続で入れるまで、はい、あっち行かないとか、うん、やってました。やっぱりゲーム方式を取り入れるっていうね、はい、昨日横峯さくらちゃんとYouTube 撮らせてもらったんだけど、はい、やっぱり全部ゲーム制でやってって、クリアしてクリアしてクリアして、はい、でここでつまずいたらもう一回戻るっていうクリアして、で終われないんですけどね、なんで、そうですよ、ね、フロントのおばさんに、まいちゃんもういいんじゃないってもう練習行ったらって言われるぐらい、もう向きになって30発連続入れるまでっていう、はあ、やってましたね。波ちゃんどうですか、そのそうですね、やっぱその数打ってるのはやっぱすごいなと思うんですけど、あと私が気になるのはその産後やっぱブランクがあったわけじゃないですか、はい、そこはどうやって埋めたんかなっていう、もだってすぐご活躍されてるじゃないですか。そうですね、はい、そこはもうメンタルかなと思うんですよ、ね、どっちもメンタルですね、最初のそうですね、でも気合が違うよね、なんか女子で成功してる人たち、古賀美穂さんとかさ、なんか上田桃子さんとかさ、でもこうなんかまたちょっと違うのが、やっぱ北国の女性というか、こう雪国の女性というか、こう何ですか、こう表に出ないというか、こう控えめな感じでこう我慢強くてですね、はい、心身とこう、そう、耐える、耐えるは確かにそれはなんか鍛えられたんですか、メンタルは。鍛えられます。やっぱ寒い、練習してても寒いし、やめたいじゃないですか、寒いから、はい、休みたいし、でもそこをやっぱり頑張る、我慢して頑張るっていう面でやっぱ忍耐強さはあると思います。だから雪横に降りますからね、はい、雪横降る中練習しますから、ここに積もります、そんな中やってじゃあこんな寒さもポカポカですね。そうですね、寒いは寒いですけど、はい、本当ですか。はい、いやもう全然地元の人連れてきたらね、喜んでゴルフすると、うん、そうですね、お日様出てるってなります、そんな感じなんですね、はい、
した。やっぱりそういったその雪国であるコンプレックスというか、うん、その、はい、ね、愛ちゃんとかあれはそ、ね、その暖かいところに、まあ、コンプレックスとは違うか、うん、その不利な状況、うん、じゃなくてなんか分からないじゃないですか、うん、どういう練習をしてるのかっていうのが分からないんで、もうやるしかないっていうか、うん、できることをもやるしかないっていう感じでやってましたね。そうそうそう、だから超一流になる人ってみん なんか僕コンプレックスの塊ですみたいな人が多いっていうのがちょっと今入ってて、うん、そのコンプレックスという言葉を使ってしまったんですけど、ハンデですよね。そう、ハンデをやっぱり乗り越えるっていうか、ハンデがある人の方が強いみたいなね、ところで、それがやっぱりあったんでしょうけど、ちょっと具体的にその練習方法をね、はい、ちょっとどんなことをやってたのか、ちょっと、はい、ちょっとこうなんとなく説明してもらっていいですか。お願いします。無茶ぶりっ子も分かります。はい、ジュニア時代は、はい、まずまあでもティーアップしてとか、はいはい、なんかティー結構ジュニアから私やってたので、はいはい、まあ、今でも癖あるんですけど、はい、ちょっと右肩が下がっちゃうとかっていうのは、ジュニア力がないので、はい、どうしてもこうこうやって体全体でこうやって上げに行くスイングになっちゃうんですよね、はいはい、なんで、まあ、気をつけしてこう、このままティーアップして、うんうんうん、打つとか、あ、レベルブロー、はい、こうティーをティーの高さでこう振っていくという、地面にあると下がっちゃうと。あ、はい、あ、なるほど。ティー打たないように。あ、ティーを打たないように。しっかりこう、はいはい、ボールしっかりコンタクトして。はははは、肩下がるとティーがブヨヨヨってなるんで。なるほど。めちゃ参考になるんじゃないですか。いや、めちゃくちゃ。これ私もアマチュアでもできる練習ですかね。ちょっとやってごらん、ナミちゃん。いやいや、そんなすぐ打てるもんですか。やってごらん。嘘。ナミちゃんがやるとどうなるのかね。ナミちゃん。この高いティーでね、はい、確かあんまり、ありがとうございます。高いティーでこれ構えるときはここでいいんですか。はい、はい、あ、いや、ボールに合わせちゃっていいですか。ボールに合わせて構えて、はい、あ、気をつけて、はい、手打ちでいいんですか。体回します。体で、はい、やってみます。うん、あれ、ちょっと待ってください。嘘、ちょっと待って、ちょっと待って、嘘、やっぱ数字持ってるね、やっぱり。いやいやいや、いやでも、うん、しんどい、しんどいし、なんか打てないです。体はでも思いっきり、そうそう、ハーフスイングで、ハーフスイングで、ハーフスイングで、はい、思いっきり打つ必要ないですね。はい、でも体を回すっていうことですね。はい、ああ、そうそう、ティーを打たないで。でも足を開いてる時よりも、うん、はい、すごく難しいです。まず体が回らないし、そんなにうまく、うん、ここの軸がぶれないように、そうですね、すごい意識するんで、うん、すごく難しい。やっぱり軸を安定させるとか、はい、レベルブローに打つボールとの自分の距離感、うん、あ、今ブルンブルン言っちゃいました。ごめんなさい。なるほど、ね、当たっちゃダメなんですもんね。なるほど、難しい。 あとはどんな練習、あとは、うん、どんな練習ですかね、うん、まあ、あの50の看板に、例えばああいう看板に、はい、ああいう看板にマジでやってました。あの小さい、大きかったですよ。大きかったですけど、まあ、でも途中ぐらい大きくないとちょっと難しいよね。難しいけど、いや、マジ、いや、全然狙って打ちます。全然、なるほど、今でもあれを狙うんだ。狙って打ちます。うん、当たるか分かんないですけど、まあ、あれ当たるまでやら、うん、進めないですね。いや、打ち方がいいね。当たり前だけど、ぴったりや。めちゃめちゃぴったりだけど、やっぱうまいね。いやいや、やっぱうまいね。風ちょっと左からだから、ちょっと左、うん、狙って、嘘、当たる、当たる、あ、これでなんかちょっと今の手前だったじゃないですか、はいはいはい、自分の感覚もこう打った瞬間に弱いとか強いとかってこう、ね、はいはい、感覚が、うんうんうん、を合わせていくというか、うん、それをだからひたすら、ひたすら、あそこに当たったら次100ヤード、はい、100当たったら150、そうです、はい、いうようにやっていくと、はい、自然とね、球数も増えてきますよね、はい、クリアするまでやっていくと、そうするとやっぱり飽きずに練習できる、うん、できます、はい、自分との戦いですね。そうですね、そうですね、うん、ちょっとあれですよ、ナミシャもこれ、はい、次の目標、今ベストスコア今いくつなんですか。93、93、はい、プライベートっていうか、
プライベートで初めて、はい、まあたまたまですけど、はい、90出ました。あ、90。はい。じゃあもうこのね、どう練習量を増やそうって思わなかった。いや、でも本当思いました。まずは量だなっておっしゃってたので、はい、そういう意味では私まだまだやっぱ練習足りないなっていうのは思ったし、もっとこうやって自分で楽しみながら、はい、それこそゲーム感覚と思ってこうやっていけば、なんか辛さもそんな出ないかなっていうふうに思ったの で、ね、あっという間に時間過ぎると思いますね。すごく参考にさせてもらいます。よくね、僕相談を受けるわけですよ。横瀬さんもそろそろ本格的にやろうと思ってるんですけど、うん、やっぱりいい先生に教わなきゃいけないですよねってみんな言われるんだけど、はい、本音言うと、いやいやいや、そんなんどうでもいいから、とりあえず1級でも多く打った方がいいですよって俺は思っちゃうの。だけど、まあ、もちろんそのなんか基本みたいなのを教わることもとっても大事だと思うんですけど、ね、今 YouTube とかで情報が溢れてるから、うん、そっちに本当はもっとこういう練習のが大事なのに、うん、このシャローイングだとかなんだとか、うん、例えばいろんなことに気を捉えすぎて、確かに、いや、もっと打てばって思うんだけど、うん、その辺どう思いますか？いや、そうですね、そう思います、はい、でも私もちょっと そういう風になってきてるので、はい、私もちょっと、はい、打たないとなって思ってます。昨日実は夜中までね、夜中まで宮本さんの YouTube を見てたっていうそうだったんですね、はい、練習は裏切らないっていう。そうですね、はい、じゃあまずは理論とかよりも、うん、球数、そうですね、うん、ミート率が絶対に上がると思います。たくさん打つことで、うん、なんでコース行ってもちゃんと芯で、どんなスイングしても芯に当たれば、はい、なんとかなるんで、ね、どう練習量増やそうかなとか思う？いや、今めちゃくちゃ思いました、はい、同じ質問しましたでしょ、はい、もうね、50になったんでちょっと細胞死んでるんですよ。時間が戻ったかったので、はいでアマチュアの人に何かアドバイスされるとなると、やっぱ球数をっていうことですか？まあそう言ってしまえとね、なんかこう答えにならないところもあるので、まあ、ちゃんと教えたりはしますけど、はい、まあ、大事ですね、球数っていうの。そうです、もう、はい、僕と片山慎吾とかね、長野龍太郎とか出たね、水上高校の監督も、もう一段一段階段積み上げんだよっつって、一球一球ボール何球打つかが大事なんだからっていうのを常に言ってた。そこにあるんですね。そう。なんで、はい、練習が大事だっていう、うん、一番こうやっちゃいけない動画になって。いやいや、でも大丈夫でしょ。真実ですよ。そうです、真実ですよ。でもその中でもこうやってこう課題を決めて当てていくとか、そうそう、あとはこう。ね、工夫だよね。数の中でもこうティーアップして足をこう揃えて練習するのもあるわけですから。そう、プロを目指してるみんな見てたら、あれだよ、ストーブの前行ったら負けっていうね、そういうことですよ。うん、打つな。そう、オッケー。携帯触んない。触んない。はい。そう。五分、三分に一分に一回携帯見てるジュニア行ったらダメよ。はい、そう、そうすりゃ、ね、2年で71出るようになっちゃいますから、はい、もうね、いや、すごい、あっという間に上手くなって、あっという間に世界一になっちゃいましたからね。そう、本当にすごい、ね、サムネイルはあっという間に上手くなる方法を並木さんが教わるっていう感じ。中身開けたらでもちょっと練習、練習をしろみたいな。でも練習方法で載ってるし、はい、とっても大事なことだと思います、うん、そうですね、はい、ね、横さん、はい、我々も頑張りましょう。はい、頑張りましょう。はい、頑張ります。ルーキーの年なんで僕も頑張ります。はい、刺激もたくさんいただきました。はい、どうもありがとうございました。ということでね、次は、はい、もうこれめちゃめちゃ横尾さん気になったんじゃないですか。うん、アプローチ。はい、アプローチですね。パワーを拾い続けるためのアプローチをね、そう、教わりたい。85ホールのボギーでいるアプローチをちょっと。多分根性だけじゃないと思うんですね。技術だったら絶対あると思うから。はい、こちらをちょっと。ご紹介いただきたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。はい、お二方ありがとうございました。ありがとうございました。